魔獣がすでに倒されている。これは一体。あなたは。これはこれは非常に残念です。残念？何がだ。一体なんだ。ゾッとするほどの敵意を感じた。あなた方に血しぶき舞う素晴らしき共演をお見せできなかったことですよ。な、何この人。幸い失望するにはまだ早い。余興は残っていますからね。余興だと。この魔獣たちを倒したのはあなたですか。そのいでたちからしてこの衛兵ではないようですが。何がおかしいのです。答えが分かっていることをわざわざ質問するとは、聖号騎士は随分と頭が悪いようですね。まあいい、あなた方に用はありませんから。お前一体何者だ。やっとお会いできましたね、私の救世主様。救世主メディナ、もしかして。違う、会ったことなど一度もない。それに彼はきっと冒険者じゃない。ご名答、さすがは救世主様ですね。お前は一体何なんだ。まずはご挨拶を。私は元老院統括代理ハーシリアン。統括代理。あなたとの光栄なる出会いに感謝いたします。メディナ・オルティナノス様、オルティナノス家最後の救世主。オルティナノス家を知っているのか。ええ、何でも存じ上げておりますよ。オルティナノス家に関しては私は天命を凍結された身、最高司祭様の命により長きにわたりオルティナノス家に仕えてきました。さあ救世主様、私と共に再び最高司祭様を復活させましょう。何を言っているのです。最高司祭の復活だと。最高司祭様は今眠りにつかれているのでは。復活とは何だ。そうだ、学生であるメディナには混乱を防ぐために本当のことを伝えていない。それは誤りです。最高司祭様は殺されてしまった。今は届かぬ最上階にその無くろがあります。だがそんなことを聖号騎士の方は何もおっしゃっておられなかったぞ。無くろだと。アドミニストレーターの死体はカセドラルシダーに返還されているのにどういうことだ。おい、お前の目的は一体何だ。おかわいそうに。何がだ。ご先祖様たちは今のあなたを見るとお嘆きになります。なぜだ。あなたは今滞在人を抱え込んだ対策本部と共に行動し、偽りの氷教会を名乗る者たちにたばかられた真実を信じている。対策本部が滞在人を抱え込んでいるだと。ちょっと滞在人って誰のことよ。リズ、何アスナ。特別に質問に答えましょう。最高司祭様を殺した滞在人はこの者です。お前なんで。嘘だ。キリトが最高司祭様を殺したりなんてするわけがない。だがあなた様が現れてくださったならばもう安心だ。オルティナノス家はいつか必ずや人々を率いて最高司祭様の右腕になると予言されていた一族。さあ今こそその予言を実現する時が来たのです。どうか我が手を取ってください。ふざけるな。そうやすやすと突如現れた貴様を信用するわけがない。私は聖号騎士長ベルクーリ様率いる対策本部にて魔獣討伐の任を背負っている。最高司祭様の名を語り氷教会を混乱に導こうとしているのはお前の方ではないか。その高貴な弁舌、まるで五代目当主ミリアム・オルティナノスにそっくりだ。五代目当主。確かメディナは九代目だ。お前
なぜその名を。私たちオルティナの助でもほとんど記録の残っていない五代目当主の名を知っている。先ほど申し上げた通りです。オルティナの助に関しては存じておりますから。元老院統括代理と聞きましたが、そのような役職は耳にしたことがありません。お前こそ虚偽の肩書きを語っているのではないですか。作られた人形ごときが随分と生意気になったものですね。何？今回は引き下がりましょう。だがいずれ必ずあなたは正しき道に戻るでしょう。しばしの別れを、救世主様。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、フォームミストシェイプ、ディスチャージ。なんだ。神聖術によって霧が生成されました。誰がどこにいるのか。大丈夫？みんな。はい、私は大丈夫です。キリト君、今のって。ああ、一体何なのか。おおとしましたが、逃しました。アリス、さっき言ってたけど、元老院統括代理なんて役職存在しないのか。はい、私の知る限りでは存在しません。虚偽を語っているのか、もしくは。あいつもまたジャイアント族みたいにカラントから生まれたか。でも見た目は人海人そのものだったわよね。ああ、何よりあいつは最高司祭の蘇生を目的にしていると言った。最高司祭様の蘇生ですか。そうだ、カセドラルシダーはアドミニストレーターの死体が姿を変えたものであり、彼女が今なお魔獣を生み出して人界を脅かしているとは言うことができない。だからきっとアリスは言葉を飲んだのだろう。なぜあの名を、私たちオルティナの助について、なぜアーも知っている。メディナ、お前に聞きたいことがある。なんだ。最高司祭様を殺したのはお前ではない、そうだよな。まさか。そんなことあるはずがない。あの者は嘘を語っているのだろう。何せ欠陥品のオルティナの助を救世主と呼ぶくらいだ。本当なんだ。え？本当だ。俺がアドミニストレーターを倒した。嘘だ。でもそれには事情がある。そのために対策本部は今もなおこの世界の人たちのために戦っているんだ。事情？しかし最高司祭様は絶対の存在。そんなお方を手にかけるなど。メディナ殿、なんですか。説明すれば長くなります。しかし聖号騎士であり、その場にいた私が保証する。キリトの行動は民を守るためのものでした。最高司祭様、人を殺めることは法に裁くことだ。なのにキリトは人を守るために人を殺めた。なぜ、なぜ。わからない。正しいのは一体誰であり何なんだ。やっぱりこの事実は人海人を混乱させてしまう。うまく説明することは容易ではなさそうだ。それにおそらくメディナは相反するジレンマを感じて苦しんでいる。このままだとフラクトライトが崩壊する危険があるかもしれない。メディナ、いつか話せる時になれば必ず説明する。だから今はこのことについて考えないでくれ。分かった。今ディソルバートを追って城を目指そう。そうね、リネルちゃんとフィゼルちゃんのことも心配だわ。メリナ、大丈夫？ああ、考えることをやめればどうしてか落ち着いた。それじゃあ行こう。キリト、なぜ私に嘘をついていたんだ。
ここが隠し通路かみたいだね。入ってみよう。なあ、慎重にな。みんな、静かに。どうしましたか？何か聞こえないか？これって、まさか。魔獣ね。みたいだな。でも、この城ってこの衛兵が守っていたわよね。そんな城の中に、なんで魔獣がいるのよ。城内にもカラントがある。と考えれば説明がつくわ。でもこの城には皇帝がいるんですよね。皇帝もいて魔獣もいるなんて一体。さっぱりわからないな。とにかく魔獣に気をつけながら城を調べよう。